はい、皆さんこんにちは。元軍人ヨッシーです。ゴーストリコンワイルドワンズの実況を始めていきたいと思います。ということで、今回は下こっち行こうか。エルチド、はい、こっち行くかということで、機密情報を手に入れていきたいと思います。行こう。俺が先行く。よし、我々と共に市場まで届く。はいよ。狭い、ここ狭いです。ごめん、ごめんなさい。ちょっと走りにくい山。マルカ。大聖堂が存在する。大聖堂か。なんかかっこいいな。上？上だよね。すげえ道、山道。これ一歩間違えたら落ちちゃうね、山に。気をつけて運転しないと。これ上？こっちか。登ってくんだね。あっちだから。うん。すげえ。本当に山道だよ。とりあえず。あー、ごめん。ごめんなさい。事故っちゃった。ごめんね、車壊して。許して。え、こっちなの？なんか、まあ、ちゃんとした道がこういうところにしかないから仕方ないんだろうけど。大変だね、これ移動するだけで。結局山道かーい。上があれ鉄道だよね。すごいね。ちょっと田舎のなんかわけわからんもの運ぶ。水あれもしかして運ばなくちゃいけない。水道とかないもんね、きっと。すげえな、そう考えると。いや、車移動大変だ。ヘリコプター使えばよかった。普通にショートカットできっかな。やめようかよ、こんな山道。あ、同窓心的なやつ壊しちゃった。違うと思うけど、これ何なんだろう。なんか道守る神様みたいなやつなのかな。っていうことじゃないか。だいぶ登ってきたね。やここどっこい。もうちょっとか。よし、もうちょっとで着くよ。次ヘリコプターにしよう、移動は。あ、いた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 。こっちだね。着いた。敵がいっぱいいそう。なんだろう、なんか面白い。今は使われたくなった。今は使われたくなった鉄道の駅。まだ大丈夫だ。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。これが敵の位置情報だ。了解、移動する。もっと狙いやすい位置に移動する。了解、ターゲットを捕捉。了解、ターゲットを確認。攻撃開始。よし、ターゲットを排除。素晴らしい、さすが我が部隊。勝手にやってくれてるだけだけど。片付けて先に進もう。本当いい。この物資で反乱軍との友好関係が深まるはずよ。よし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 。秘密情報。エルチドの代理人がサンタブランカの幹部と会うことになってるみたい。場所はわからないけど。待って、代理人の助手がチェックインしたホテルの住所がわかったわ。代理人の助手。芸能人の周りには大勢取り巻きがいるからな。マークがつくんだろう。どうでもいい、助手を探そう。代理人に繋がるはずよ。了解。よし、ヘリを用意したぞ。いや、用意したけどさ、なんで敵がいる場所で用意するの。アホか。よくここまで運んだなと言いたいよ、僕は。今のうちに早く任せて、私が操縦する。超ある、超ある。とりあえず、とりあえずここ行くか。代理人の助手を尾行して、マルカでのコンサートで何を計画しているのか調べて。はいよ。すげえ、やっぱヘリコプターの方が全然早い。敵に気づかれずに代理人の助手を見つける。
ほっ、真ん中に落とした。エルチドの代理人の助手らしき男を発見したわ。どうする？捕まえればあいつのボスにバレるかもしれないぞ。尾行する。奴が何をして誰と会うのか見るの。見つからないように気をつけて。さりげなく。車乗るんかな。ごめん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 、脅かさないから。バイクで行こう。バイクを手に入れた。はい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 、行け、向こうでよ。まだ大丈夫だ。よしよし、合図をくれ。どんぐらい近づいても大丈夫なのだろうか。あ、ごめん。気をつけろ、敵がいるぞ。分かってるよ。近い近い近い。うわうわうわ、危ない危ない危ない。あ、気づかれた。気づかれてないでしょ今の。絶対気づかれてない今の。なんで近づきすぎちゃったから。バイクだからいけないんかな。次車にしよう。バイクだと見られちゃう。すげえ十字架でかっ。いや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 、今のはずるいでしょ。なんなんマジで。あー、またか。道走ろうちゃんと。疲れるのはわかるけど頑張って。まあこんな思いもいろいろ持ってて走ればね、そりゃ疲れるよ。エルチドの代理人の助手らしき男を発見したわ。どうする？捕まえればあいつのボスにバレるかもしれないぞ。尾行する。奴が何をして誰と会うのか見るの。見つからないように気をつけて。はい、こんにちは。どうも。あー、よし、よし、次こそは。オートバイに乗る。結局オートバイになってしまったけど、200メートルぐらい離れていこう。こんぐらいの距離で。これだったらバレないだろう。曲がってく。このエリアに敵がいる。あそこに入ってった。ケイジャニー、下がるんだ。待って、助手はここに寄るみたいね。ここでカルテルと会うのかもしれない。ごめんよ。はいよ。あそこに潜入できそうか。ドローンを送り込む。こっちの存在に気づかれたくない。分かった分かった。シカリオが2人いる。タイヤが積まれてるあたりだ。反乱軍にエリアの偵察を要請した。ドローンね。はいよ。ドローン飛行中。こっち来ねえよな。あ、来て来て。
バレないのこれ、バレるでしょ絶対。必要なものは手に入った、行こう。ボーマー、エルチドの代理人とサンタブランカの連中の接触を確認した。カルテルの連中は奴の知名度を上げるのに躍起になってる。この辺りを宣伝トラックで巡るらしい。連中はそのトラックでカルテルのプロパガンダを広めるのよ。ならトラックを片付けよう。ホルトが吹っ飛ばしてくれる。トラックだけ爆発しても仕方ないわ。どこかに宣伝用品を保管してる倉庫があるはず。うん。C4 を積み込んだものとすり替えましょう。バックカタリの部下に偽物のトラックを用意してもらうわ。倉庫に到着したら爆破させるの。リスクが高そうね。トラックの用意は？必要なものは私が用意するから。トラックの確保とカルテルの影響力を弱める方法がないか調べて。了解、はい、確保する、はい、ということで行っていいぞ。これか。エルチドのコンサートで使われる道具が保管されている倉庫の場所が分かった。うん。コンサートの宣伝トラックを利用して始末するわ。盗めばいいだけよ。バレないように。敵に気づかれずに宣伝トラックを見つける。気づかれないか。そしたら。トラック見つけるのか、敵いっぱいそうだね。よしよし、もうちょいもうちょい。すげえ、花が咲いてる。木？なんかの木が咲いてる。やば、綺麗。お花見やん、これこそ。だね、そしたらだね、どこに止めようか。近すぎず遠すぎず。からどこ、トラック。物資の場所を反乱軍に伝えましょう。仮は後、うん、トラックどこかしら。登れないんかい。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。配置につく。位置を変えた方がいい。ターゲットを捕捉した。待て、狙いやすい位置につかせてくれ。合図をくれ。あいつは終わりだ。よし、トラックどこ？トラックどこ？あれか、あれか、あれっぽい、あれっぽい。トラックが止めてある格納庫よ。来たことが奴らにバレる前にこっそり盗んで抜け出すわよ。宣伝トラックを発見した。ボーマンはそいつを盗んで到着と同時に爆破できるトラックと取り替えてほしいそうよ。目的は潜在保管場所の破壊。気づかれないように注意して、はい、さっさと片付けよう。見ろよ、 CD をいただいていこうぜ。ネットでダウンロードすればいいだろう。海賊版。音楽はあと、急いだ方がいい。はいはいはい。さっさと合流地点に行って気づかれないうちにもう片方のトラックで戻ってくるのよ。戻ってくるんかい。うわ、重さどいて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 。いや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 、トラックないこと気づくでしょ普通。あれ、なくなっちゃってるってなって。アホか、あいつら。何のための警備だ。どこ、こっち。狭い狭い狭い。仕方ないやん、狭いんだから。はい、急いでトラックを変えて戻るわよ。はいはいはい。
はいはい、早く。バカ野郎って言われた。バカ野郎って言われた。お前のスペイン語は英語と同じぐらいひどいな。用意したぞ。C4を積んだが、共産主義者直伝の一品だから、カーブは気をつけろよ。あんたが運転する？バカ言え。ここまで来るだけでちびったくらいだ。頑張れよ。ちびったんだね。正直だね。はいはいはい。ということで戻る。私が運転する。後で合流する。間に合う。大丈夫だね。出発してどれくらい？多分間に合うさ。積み荷が大量の CD から C4 に変わったんだ。同じ C だ。カーブはゆっくり曲がった方がいいと思うぞ。爆薬積んだトラックを運転するって採用担当に言われなかったか？いや、面接の段階では何も。まず一旦出ようか。一旦エリアから出てから戻って、あれヘリコプター乗ろう。いやー、すげえ電車だ。よし出たよ。うまくいったわね。吹き飛ばされてるトラックをすり替えられた。よかった。任務完了ってのはこういうことよ。そうだね。あれ取ってヘリコプター乗ろう。反乱軍にエリアの偵察を要請した。え、まさか。びっくりしたよ、俺が一番びっくりしたよ今。危な。気づかれてる。やばいやばい、もういいもういい。なぜか気づかれたつか爆発したからね。真っ黒焦げよ。撃つ。あ、そのまま取り行こう。ということでそのまま情報を取りに行きます。戻ったら爆発しちゃったよあれ。スナイパーよ、塔の上に。いや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 。あ、やばいやばい、これやばい。狙えるあいつ。敵を確認した。スナイパー撃ち殺したいけどさ。なんで敵の新手が来るぞ。いや、スナイパー撃ちたいんですけど。お、来た来た。よし、スナイパーさえ片付ければ。え、どこ。見つかっちまうぞ。下がるんだ。どこ。あそこか。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。よし、やだな、軍隊と戦うの。ユニダット兵が一人いる。バンカーの中だ。警報を発見。こっちか、逆側か。逆側だね。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。移動する。配置につかせてくれ。いい位置に移動する。当たる？お前ら。ターゲットを捕捉。ターゲットか。ターゲットロスト。ねえ、サンタブランカのメダルを見つけた。いい土産になるわね。ターゲットを確認。
おぶねおぶね見つからないうちに下がれ。人が一人減った。さよならって聞こえたけど先生。よし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 、こいつらとは戦いたくないからね。情報ハッキング。エルチドはウママルカっていう村でコンサートをやるそうよ。うん、ボーマン、お目当てのエルチドはウママルカの会場でコンサートをするらしい。タイトルはパチャンゴンボリビアーノ。私が行ければいいのに。まあ仕方ないわね。絶対にコンサートの開催を阻止して会場に行って中止に追い込むのよ。具体的な方法は？誰の目にも明らかな形でコンサートができないようにして。また連絡する。怖っ。やり方よ。はい、というところで今回はここで終わりにします。で、次回始まる前にまた武器とかいろいろスキルとか全部取っといてメインだけ進めるようにしたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。皆さんさようなら、バイバーイ。